シドニーオペラハウス、シドニーオペラハウス、シドニーオペラハウスは、オーストラリアシドニーにある20世紀を代表する近代建築物であり、世界的に有名な歌劇場、コンサートホール、劇場でもある。オペラオーストラリア、シドニーシアターカンパニー、シドニー公共楽団の本拠地になっている。設計者は計画決定当時無名だった、建築家、ヨーン・ウッズソンであるが、 独創的な形状と構造設計の困難さなどにより工事は大幅に遅れ、1959年に着工したものの、竣工は1973年だった。世界で最も建造年代が新しい世界遺産であり、完成後はシドニーのみならず、オーストラリアのシンボルとしても親しまれている。シドニー港に突き出した岬であるベネロングポイントに位置し、 貝殻やヨットの方を思わせる外観は、シドニーハーバーブリッジと共に、シドニーを訪れる観光客の定番の撮影、スポットでもある。ただし、オペラのオーケストラが小編成なこともあって、オペラ公演の録音や録画は盛んではなく、日本ではバレエ公演の映像などが少し紹介されているぐらいである。ポートジャクソン湾に突き出したベネロングポイントの突端に位置する、 オペラハウスの面積は1.8ヘクタール4.5エーカーで、総面積は4.5ヘクタール11エーカー。ホールの構成は、オーケストラの演奏会などが行われるコンサートホール、オペラが行われるオペラ劇場、ミュージカルや演劇などが行われるドラマシアター、プレイハウス、ピアノ演奏会など小規模な演奏会が行われるスタジオシアターがある。その他、 5つのリハーサルスタジオ、4つのレストランと6つのバーなどがある。建物の高さは183メートルで、一番広いところで120メートルの幅がある。海面下25メートルまで打ち込まれたコンクリート製の杭が建物の基礎となっている。屋根であり、外壁でもある白いシェルには、白色と淡い桃色の釉薬をかけたスウェーデン製のタイルが1 5万6六千枚貼られている。 このタイルは汚れが自然に洗い流されるように設計されていたが、竣工後現在まで継続的に清掃や張り替えが行われている。ホールの内装は地元ニューサウスウェールズ州のピンク色の花崗岩と合板などでできている。1940年代末、ニューサウスウェールズ州立音楽院の校長であったユージングセンスは音響的に完全な大型コンサートホールをシドニーに、 建設すべきだと主張し、政財界の用心を解き伏せるべく奔走した。シドニーオペラハウスの実現は、グーセンスの努力によるところが大きい。当時シンフォニーコンサートを開催できる会場としては、シドニータウンホールがあったが、十分な大きさがあるとは言えなかった。1954年、ついに、グーセンスは、ニューサウスウェールズ州首相ジョゼフ・カール。 ヨゼフ・ケインヒルの支援を得ることがき、首相は、コンサートやオペラ公演の可能なホールのデザイン案の、公募を行った。現在オペラハウスは、シドニー市街北部の岬、ベネロングポイントの突端に立地しているが、ここに劇場を建設することにこだわったのも、グーセンスだった。ベネロンポイントにはかつて、マッコーリー要塞、ホート・マッカリーがあり、1901年以来、要塞や土地には、 路面電車の車庫が立っていたが、グーセンスはここをオペラハウス用地にしようとた。カール首相はシドニー中心部の北西に位置するウィンヤード駅周辺を希望していたが、グーセンスに押し切られた。カール首相が組織した建築設計協議には世界から233件の応募があった。この中から当時無名だったデンマークの建築家、ヨーン・ウッツソン。 JRN ユトソンの設計案が選ばれ、1955年に基礎デザインが決定した。ウッツソンの描いた穂や貝殻の群れを思わせる複雑で有機的なデザインは一時選考で落選していたが、審査委員だった建築家エロサーリネンがこのイディアを機に、入り、最終選考に復活させ強く支持したとされる。ウッツソンは1957年シドニーに到着し、建設の指揮を取ることとなった。 ベネロングポイントにあった電車車庫は1958年に取り壊され、1959年3月にオペラハウスの着工式が行われた。建設計画は3段階からなっていた。第1段階では大壁の建設が、第2段階では建物を覆うコンクリートシェル構造の建設が、第3段階では内装の工事が予定されていた。工費は350万オーストラリアドル。 700万ベドル、完成は1963年を予定していた。工事の第一段階、1958年から1963年は1958年12月5日に始まり、大壁の工事は1959年5月5日に、シビルシビック社によって着手された。州政府は、資金調達や、市民の意見が工事の障害になることを恐れ、 工事の開始を早めさせた。しかしこの時、ウッツソンのデザインをどう実現するかという構造設計の問題が起こっている。特に穂のようなコンクリートシェルはこの時点では放物線、パラボラの断面をした案であったが、どのように設計してシェルの重さや海風の圧力を支えるかが決定しておらず、模型を使った風洞実験にも失敗していた。 1961年1月23日の時点で、雨天続きの天候、正式な建築図面の完成前に着工を急がせたこと、工事契約の変更など予定外の混乱が起こったことで、工事は47週もの遅れが発生していた。大壁の工事は1962年8月31日に完成した。工事の第二段階。 1963年から1967年では建物の外壁及び屋根となるシェルの建設が始まった。コンクリートシェルは当初の案では大小の放物線の形が連続する予定になっていたが構造設計家のオブアラップ、オベアラップ率いるアラップ、オベアラップパートナーズはあらゆる補強方法による放物線案を試した末、 この案を実際に建設する解決策はないと結論づけた。シェルの試行方法をめぐって放物線形状に代わって様々な案が検討されることになった。1961年半ば、ウッズソンは構造設計家たちに自分なりの解決案を手渡した。これはシェルをすべて同じ半径の球面から切り出される細い三角形のリブ。 六骨材の集合体として構成するものであった。この屋根の構造は、オレンジの皮を剥いた形から発送されたものである、とも言われている。この案は、構造設計家の賛同を得たのみならず、工期を当初の予定よりも大幅に削減するものであり、球面を構えするコンクリートリブは、あらかじめ工場で成形し、現場で組み立ているプレキャスト方式とされ、屋根の百万枚のタイルも、 高所作業ではなく地上作業で貼り付けておくことが可能にな。さらに現在シドニーオペラハウスといえば思い出す特徴的な鋭い形状の屋根デザインを生み出すことにもなった。オブアラップ社はシェルの構造設計をついに完成させシェルの建設を監督した。オブアラップはこの構造設計で後に世界に名を馳せることとなった。1962年4月6日の計画では シェルは1964年8月から1965年3月までの間に完成することになっていた。しかし工事は遅れ、1965年にはシェルの完成を1967年7月に見込むこととなった。第3段階、1967年から1974年の内装工事は、ウッズソンが1963年2月に、 自分の事務所を全部デンマークからシドニーに移転させた、時点から始まった。ウッズソンは当時、シドニーに拠点を置く独創的な合犯業者、ラルフ・サイモンズと共に、合犯を利用した内装の設計を行っていたが、劇場の音響など問題は散積していた。しかし1965年に選挙で、州政府の顔ぶれが変わり、新しいロバート・アスキン首相の内閣は工事費が当初、 予算より膨れ上がったオペラハウス計画は公共事業省の管轄下に移すと宣言した。1965年10月、ウッズソンは公共事業省のデイビス・ヒューズ、デイビス・ヒューズに対し第3段階工事の完成予定日に向けた自らのスケジュールを提出したが、ヒューズはウッズソンに対する内装試作品の制作許可を保留にした。この事件をきっかけに、ウッズソンは 計画からの引き上げを強いられることになり、1966年2月28日にオペラハウスの設計者を辞任した。ウッソンはヒューズが彼に対する一切の支払いを拒否したこと、協力関係を築けなかったことが辞任の原因だと述べ、地元や建築界に騒動を起こした。1966年3月、ヒューズはウッソンに対し、建築設計者からやや格下げした。 デザイン建築家の地位を打診し、新たに就任した建築設計者たちの委員会の下で働くよう要請したが、彼はオペラハウス建設の監督の権限のない地位への就任を拒絶した。ウツソンは再び拠点をデンマークに戻してシドニーを去り、この時以来、生涯に度とオーストラリアの地を踏まなかった。当初7 0万ドルを予定していたオペラハウス計画の費用は、 1966年10月の時点でに290万ドルに達していたが、これは最終的な費用の4分の1にも達していない。都村辞任の時点で工事の第2段階はまだ続いていた。彼の地位は数人の建築家に引き継がれることとなった。ピーター・ホール、ピーター・ホールがまず設計者の地位を受け継ぎ、内装に責任を負った。 その年のうちに政府の建築家 EH ファーマーや DS リトルモア、ライオネル・トットラが設計者の地位につき共同で建設の監督に当たった。ウッソンの離脱後にデザインに変更のあった部分は4つある。こうしてオペラハウスは1973年に完成した。州政府による 当初の完成予定日は1963年1月26日であったため10年遅れの完成であった。また総工費は1億200万ドルに達し当初予定の700万ドルの14倍以上になった。工費は宝くじ資金などにより1975年に完済された。オペラハウスに設置される世界最大級のパイプオルガン。 グランドオルガンは1979年にようやく完成した。1988年、オーストラリア建国200周年を記念して、ベネロンポイント西側遊歩道が完成した。1999年には5番目の劇場であるプレイハウスが追加された。2000年、ウッソンとの間でオペラハウスの一部内装の再デザインの合意が交わされ、当初のウッソンの内装案が、 レセプションホールに実現した。2003年、ウッズソンはオペラハウス設計の栄誉を称えられ、シドニー大学から名誉博士号を授与された。高齢で旅行ができない、ウッズソンに代わり息子が受け取ったが、同時に、ウッズソンに対しオーストラリア勲章やシドニー氏の鍵なども授与された。1973年10月20日のお年では、エリザベス2世が来場し、ベートーベンの 第9を演奏した。お年に先立ち、完成していた建物では2つのパフォーマンスが行われた。9月28日には、セルゲイ・プロコフィエフ作曲のオペラ、戦争と平和がオペラ劇場で上演された。9月29日には、コンサートホールでの最初の演奏会が行われた。チャールズ・マッケラスの式、ビルギット・ニルソンの歌唱により、シドニー公共楽団が演奏を行っている。 なお、オペラハウスの工事中にも、作業員に対し数多くのランチタイムコンサートが行われた。未完成のオペラ劇場で1960年、最初にパフォーマンスを行ったのは、黒人バスバリトン歌手のポール・ロブスンである。シドニー・オペラハウスは完成以後、オーストラリアを舞台にした、様々な映画のほか、映画の一場面で舞台がオーストラリアに移ったことを、 説明するシーンなどにもたびたび登場しているエスタブリッシングショット、例、インディペンデンスデー、ファインディングにもなど、2004年に公開された日本映画ゴジラファイナルウォーズではゴジラとジラの戦闘で大規模破壊されるシーンが演出されている。1998年にはオペラハウス前で長野オリンピック開会,会式のための第9合唱が行われ、 2000年のシドニーオリンピックでは聖火リレーの舞台になったほかトライアスロン競技のスタート地点もなった。シドニーオペラハウスは1981年の第5回世界遺産委員会で最初に推薦された。この時は周辺一帯を含むシドニーオペラハウスとしてハーバーブリッジなども含めた登録を目指していた。しかしアイコモスによる消極的意見に基づいて オーストラリアは推薦を取り下げた。その後、ニュージーランドクライストチャーチで開催された第31回世界遺産委員会2007年において、オーストラリア国内で17番目文化遺産としては、王立展示館とカールトンテエンメルボルンに次いで2番目の世界遺産に登録されることが決定した。なお、これまでに登録された世界遺産の中では、 年代的に最も新しいものとなった。中核地域はシドニーオペラハウスのみだが観賞地域としてハーバーブリッジや王立植物園も含まれている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。